はい、今日はですね、5月11日火曜日の夜9時9分です。これから晩ご飯食べます。鮭カマとキムチと、なんだろうね、これ、スニンニクみたいなやつ。うん、あ、たまり漬けかな？はい、それと、藤っ子の昆布豆かな？あと、おでんですね。まあ、市販品だとは思いますけど。と、大根おろしですね。鮭カマが油多いから多分、その油をさっぱりさせるための。で、今日はですね、朝起きた時に、夢をね、3本ぐらい見て、結構ね、起きた後もね、はっきり覚えてたんですよ。古田新太さんが出てきてね、私が写真のモデルになってね、なんか薬を服用するっていう夢と、宇宙船でね、同級生と一緒に、宇宙に行くんですよ。で、帰りにね、パラシュートで降りるんですけど、私、高所恐怖症なんで、パラシュート無理って言ったら、なんか最近のパラシュートは、積んでるその背中のリュックに、なんか水平調整機能がついてるから、暴れたりしないから、安全だよって言われながら、降りたら、本当に、克服できて、もう一回宇宙旅行行きたいっていうところで目が覚めるっていう。でもね、目が覚めた時にはね、脳発作状態で、夢は面白い、と思うんですけど、こうやって話した分には。ただ、脳発作が辛かったです。で、結局、もう一回休んだんですけど、夕方になっても脳発作が取れずに、薬も飲んだんですけど、あんまりちょっと効果なくて、今日は無理せずね、ちょっと寝込んでました。はい。で、まあ明日は5月12日水曜日、ちょっとね、休みの家族がいるんで、なかなか動きづらいところあるんですけども、ちょっとね、やることがあるので、明日ね、いろいろと片付けようと思います。